日本代表の攻守の要になれる存在と評された選手です。この方は中山雄太です。中山雄太は1997年2月16日生まれ、茨城県龍ケ崎市出身のサッカー選手です。エールディビジ PEC ズボレ所属で、ポジションはディフェンダー、ミッドフィルダーです。高校2年時の2013年7月には柏レイソルのトップチームに2種登録され、高校3年時には柏レイソルユースチームの主将を務め、高円宮杯アンダー18サッカーリーグ、プレミアリーグイーストでクラブ史上初の優勝を達成しました。2016年下部組織時代に指導を受けた下平隆寛が監督に就任すると、スターティングメンバーに定着しました。2017年には J リーグベストヤングプレイヤー賞に選出されました。2019年キリンチャレンジカップの日本代表メンバーに選出され、その翌日に発表されたコパアメリカに臨む東京五輪世代中心で構成された日本代表にも選出され、初戦のチリ戦でスタメン出場し代表デビューを果たしました。名人のお話をもっと聞きたい方はチャンネル登録をお願いします。